アルブレヒット・フォン・バイエルンは、バイエルン王家課長。最後のバイエルン王ルート・ビヒ3世の孫にあたる。バイエルン最後の王太子ループレヒトと、最初の日、マリー・ガブリエーレとの間の次男として生まれた。バイエルン王家は、ナチス支配に反発し、1940年に、アルブプレヒトは、家族と共に、所領のあるハンガリーのバシケンへ移り住んだ。 1944年10月にナチスドイツによってハンガリーが占領されるとバイエルンオケの人間たちは逮捕されてベルリン郊外のラニエンブルクのザクセンハウゼン強制収容所に入れられた。1945年4月にダッハウ強制収容所へ移送され、そこでアメリカ軍によって解放された。1955年8月の父ループレヒトの死により、 バイエルン王家課長となった。同時に、支持者から、正当なイングランドスコットランド、アイルランド及び、フランス王たる、ジャコバイトの王、アルバートとされた。1930年に、トラコスチャン白爵クレジョマリア・フランツィスカ・ドラスコビチと、結婚、二男二女を設けた。1971年、ブッツン白爵クレジョマリー・イエンケと再婚した。子供はいない。 ありがとうございます。